さあ、ちょっとここの辺は大丈夫そうですね。さて、結果的には今日はね、雨がひどいので、ちょっとオーロラビジョンじゃないけど、ビジョンで言いましょう。もうこんな感じで皆さん熱心ですね。さすが、ここはもう日本もどこも関係なしで。興奮しますね。気合入るんじゃないかな。ちょっと見てみましょうか。さあ、目の前で走ってますよ。ここで買うのかな。50ドル、50香港ドル以上みたいですね。皆さん釘付け。これ1レースですからね。まだ第1レース始まったばっかりですから、これからまたね、クイーンエリザベスまではだいぶまだ 4,5 時間ありますけど、雨がやめばいいんですけどね。なかなかね、いろんな人がいますよ。ちょっとじゃあ外出て、あ、ここちょっと屋根があるかな。でもそうでもないか。ここはね、多分食事ができるんでしょうね。お茶とコーヒーと、まあこの辺、まあ、何が浮いてるのかはよく分かりませんけど。なんかエキサイトしてますね。いやー、どうも競馬場は暑くていいな。まあ、一応こんな感じで、なんかあれだね、マークカードもあるんだろうね。40とかあります。それは暑くなるでしょうね。素晴らしい。ちょっとやみましたね。今なら出れるかな。こんな感じでちょっと前の方まで行ってみましょうか。ちょっとまだ降ってきたかな。入りましょう。降ってきましたね。天皇賞ではドゥレッツァがね、非常に力んでるので、ちょっとバツにしました。でディープボンドが逆にね、よく見えましたので、なんとかね、馬券の方は的中できました。
ちょうどですね、天皇賞とほぼ同時の時間帯でね、皆さんもご存知の通りマッドクールがね走りそうでしたけど、ちょっとここは天皇賞に、集中してですね、マッドクールはどうなるかといったら、残念ながらビリケツでしたね。ということは、そんなにババの影響はないのかな。まあ、もちろんね、全然私マッドクールの調教それから状況というのは見てないので、あくまでもババだけで判断してます。ヒシイグアスについてもそうでございます。ヒシイグアスも残念ながらね、ババの問題ではなかったのかなというところ、やっぱりもう年齢的な衰えなんでしょうね。それにしてもロマンチコーリア素晴らしい走りでした。そしてね、岩田さんがね、岩田康成ジョッキーが、非常にいいね、馬の扱いをしていたことについてここでコメントさせていただきたいと思います。またね、多分ね、海外の場所だからかもしれませんけど、すごくねゆったりとね、ロングランで、ノースブリッジをねなだめたりしてましたので、本当にね、素晴らしいジョッキーだと改めて思いました。もうですね、チェアマンズスプリントプライズもですね終わりまして、でもね、人がたくさん来てます。そしてね、若い女性がね勉強会みたいのが中でやってるんですよ。そういうのにね参加して、皆さんねすごい集中してねやっておりましたので、私びっくりしました。パドックもですね、こんな感じで本当にね、皆さん熱心に、見られていましたよ。まあ、この中はちょっと入れないのかな、ちょっとわからないですけど、私のねバックがあるので、あまり強引に入っていくとねちょっと邪魔になっちゃしまいますので、後ろからね、ちょっとカメラを高めに上げて、ご覧いただいております。どうでしょうか。なかなかいい景色でして、皆さんもぜひですねパドックにも足を運んでみていただければと思います。さあ、そしてですね、必勝祈願をしながら、クイーンエリザベス2カップをね見たいと思います。ぜひ日本馬ね、川田さん頑張っていただきたいと思います。川田さんもね、目の前で、最後のね回収馬をしていましたので、非常にプログノーシスも調子良さそうでしたね。目の前でロマンチックウォリアが走ってる姿をね見られると思うと、ちょっと私も興奮です。さあ、私のスマートフォンからなのであまり綺麗じゃないですけど、レースの様子をねご覧いただきましたら幸いでございます。目の前本当に迫力ありましたね。さあ、いよいよ発走となります。ぜひ皆さんも香港競馬場でね生の迫力をね、感じていただければと思います。また東京競馬場はね長山競馬場と違うですね白熱とした、声援歓声がね上がっているので大変面白かったですよ。こんな感じでね、女性がたくさんですね勉強会に参加してるんですよ。でね、デジタルブースというのがなんかあって、みんなね iPad を持って、パソコンでパチパチやりながらね何をやってんのかなというぐらいの、部屋もありました。ちょっと入ろうかと思ったですけど、なんかパスが入りそうだったので今回はやめましたけど、ぜひ皆さんも機会があったらこの中からね入っていくとそんなブースに入れるようです。ここちょっと出口だったのでね入りませんでしたけど、もうね私も帰る時間が迫っておりますので、帰りはですねフォータン駅の方から行こうと思ってますので、ちょっと歩きましたけど、でもそんなにねGoogle で見るほどは歩きませんので、屋根もありますからちょっとご覧いただければね、帰りの道順が分かると思います。私もいろいろ聞きながらね、来ましたので、なんだ簡単じゃんということだったんですけど、ぜひ参考にしていただければ幸いでございます。
いかがでしたか。今回の動画は、ちょっとねスマートフォンで見にくかったかもしれませんが、実際のクイーンエリザベス2カップの、ね状況を配信させていただきました。そして帰り道はね、フォータン駅へと向かっていきますので、この順路で帰れば、バスに、ね、乗って、空港まで行かれますから、ぜひね、見ていただければと思います。もしよかったら、この動画なかなか良かったよということであればですね、ぜひグッドマークをしていただいて、この後は、タイに飛んでいきますので、タイでの動画も楽しみに見ていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録をこの機会にしていただければ幸いでございます。それでは、長い時間ね、ありがとうございました。ここのゲートを越えて、この先を進んでいけばバス停まで行かれますので、どうぞご覧ください。それではありがとうございました。バイバイ、またね。